ですね、今日は北海道にある北見バスさんに来ています。そして今日ご紹介するのはじゃじゃーん、いすゞのガーラでございます。それでは早速行ってみよう。タタタタタタ。で、これがですね、おなじみの前回のバス動画で紹介させていただいたフソーのエアロエースになります。覚えてますか？このちょっと螺旋階段を思わせるような階段で。覚えてんね。覚えてます？覚えてんね。舐めてんのか。あ、これ？このボタンここにある理由？これはバスガイドさんのパンツが見えないようにここになってるらしいんですよ。だ、前まではもう真横だったんですって。これをしゃがんでも見えないようにここの位置になってそうです。ちょっと開けちゃう？開け…これ開けたらあかんやろ。これ人のバス、人んちのバス。そうだね。 OK ですか？今日もね、札幌観光バスさんのね、偉い人がいるんですけど、それ緩いの。バス関係者の方みんな緩いので、めっちゃ褒めてくれるの。似合ってますよとか言って。うん、草野さんめっちゃ緩い。 OK 出た？多分大丈夫。草野さん行きますよ。はい、これね。はい、行きます。これね。覚えてねえな。え、だってこれ開ける。え、ほら、だってこれ、うわ、びっくりした。こういう感じになっております。こういう感じだ。これしかも今日納車したてらしくって、まだあの新聞紙が貼り付けてある状態です。はい、乾燥による。今日はこの車じゃないんでしょ？そうなんです。今日紹介するのは、明日ゆきえパイセンと一緒にあのバスツアーで使うこちらのイスーズガーラという車両をちょっと紹介していきたいと思います。まあ、他社なのでね、フソーとイスーズでちょっと違うところとかあると思うので、そこをレビューしていきたいと思います。で、まずフロントから見ていきたいと思います。なんかちょっとあれですよね、このさ、まあ、私はこのちょっとなんていうの、親しみやすい感じのデザインが好きなので、まあ、私の好みであるんですけど、まあ、エアロエースもほら、どっちかというとスタイリッシュな感じじゃん。あれ、あの映ってるの、あの偉い人たち、これね。なんかちょっとさ、目が離れてて、ここにさ、ちょっとチークがあってみたいな感じ。すごい可愛い感じになってます。やっぱデザインが違うだけでね、スタイリッシュなのか、それともちょっと親しみやすい感じなのかっていうだけで全然ね、印象が違いますよね。で、ちょっとサイド見ていきたいと思います。サイド、まあ、もうバスって大きいよね。そこですか。バスって大きいよね。当たり前です。でも横から見た感じはさ、やっぱりさ、こう大きく変わるっていうのはないじゃないですか。ここ燃えますね。おー、ね、ちょっとあのサメのエラみたいな感じ。ガンダムっていうかと思いました。いや、ガンダムっぽい。その後言おうと思ったのに。そうですか。いつも先にさ、コメント言うやん。ここら辺がこのガンダムのこの口っぽいですよね。これ結構さ、わかる？この口部分。口ね。結構さ、やっぱりさ、このイスズのガーラはちょっとなんか、それこそさ、エアロエースよりちょっとエモい感じがする。ここはさ、なんかちょっとさ、レーシングカーっぽいっていうか、トータルでね、ね、そんな感じしますよね。匂い嗅ぐな。いや、どうかなと思って。でもいい匂いさせてらっしゃる。で、ここ見て、これで、このさ、丸めのライトがさ、何個も連なってる。だからここがさ、真四角なバージョンと一個一個丸いバージョンがあるじゃん。私はこっち派かな。かわいいじゃん、こうポン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 みたいなね、こういうのがやっぱちょっとエモい感じがしますね。で、ここ、これもね、このイスズのガーラは真ん中にこうラインが入ってるやつ。まあ、フソーとかはさ、あれ、あのネックレスのさ、これをイメージしてさ、ガツンと開いてんじゃん。こっちはこう横にポンポン、ちょっとやっぱガンダムっぽいですね。目、目見ていくよ。目、目、口、エラ、エラの部分。かわいい。で、こんな感じになっております。はい、で、これね、こん
このいすゞのガーラのこの扉開けるボタン、ここにあります。扶桑はあのここら辺だったんですよ。扶桑は扶桑はここら辺で、いすゞのガーラはここら辺なんで、もうそのまま立ってあげれるという感じになってます。すげえ方来てらっしゃるの。そうなんですよ。で今からご紹介するのが北見バスの工場長大西さんが。工場長大西さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お忙しいところ来ていただいたんです。いいですか。もう多分ここから私がちょっとバスのこと詳しくないので、全部あの大西工場長が説明していく形になりますので今日は頑張っていきましょう。分かることだけ。なんかあれなんですか、その北海道って結構雪が降るじゃないですか、なのでその仕様にしてる場所とかってあるんですか。その仕様、北海道仕様か、北海道仕様って言ったら、言いましたかね、ここまあ、これヒーター入ってるんだよね。ここ、あ、ここにヒーターが入ってるんですか。ガラスが曇らないようにヒーターが入ってる。へー。このミラー、ここにもミラーが曇らない、まあ、凍らないように、凍った時に使えるようにヒーターが入ってる。なるほど、じゃあ雪国ならではみたいな感じなんですか。まあ、ならではじゃあ ならではだけど、まあ、入って入れてるところも、ね、向こうでもあると思うけど、ですね、あとこっちのドアのガラスも入ってますね。あ、このドアのガラスも、これは北海道ぐらいかな。これ2つ、これ、ヒーター入ってますね、これ。なるほど、なるほど。これあと、ここが荷物を積む場所ですよね。そうですね。あ、でも意外にそんなに力いらないですね。なんかあのちょっと、いや、まあこれ一応ダンパーしかショックついてるから上に上に上げよう上げようってすいません、全然あんまり力いらずにこうして。で、これもね、雪国仕様中が これもここにヒーター入ってるね。ここにここ見てもらえば、この配線あるゴムにヒーター入っていて。え、なんでここにヒーター入れないとダメなんですか。いや、冬開かないのか、凍って。そうそうや、バキッとやらないと開かなくなるからだ。これは多分北海道とか、まあ、雪国仕様だね。雪国仕様、そうだわ、すごいですね、そうかそうか、バキッとかってなるもんね。このしかも間から結構水とか入って通りそうですよね。そうそうそう、それで走ってるから水しぶきとか。あ、そうだよ、水しぶきとかあるから。そうそうそう、雪国ってずっとスタッドレス履いてるんですか。いや、今時期からスタッドレス履いてる。あ、今時期からもスタッドレス。うん、まあ、峠が雪とか、そんなやったらもう履いてる。ちょうど今時期だね、履いてる。これバスのスタッドレスタイヤって何本ぐらいするんですか。そこそこ、え、1本いや、そこそこ100? 100はいかない。いや、50? いや、そんなにいかない。じゃあ30ぐらい、1個30ぐらい。いや、ない、重さ違いますよ、値段で。値段でしょ。いや、そんなにしない。20ぐらい。いや、し 10? 10もしない。10? あ、このタイヤだけ、タイヤ、ホイールなしで。いや、10もしない。え、ホイールありだったの。いや、ホイールしないんだね。だから、そこそこだ、ね、そこそこで設定してるから。10プラス。そこは言いづらいから、それぐらいに。それは OK です。ただ、4つ、待って、何個あるタイヤ。6本。じゃあ6、60万だな、全部で。60万から70万、ね、バス会社さんだからさ、ほら、何百本じゃないんだ。あ、いっぱい買うから。なるほどね。そう、あ、ちょっとね。そう、はい、だから、すごいよ、そのまとまって買ったら金額っていうのは。なるほどね。言えないけど、はい、はい、でもこれ勉強になりましたね。タイヤ大体どれぐらいっていうの。いや10万円しないんだ。しない。でもっと私するのかと思ったら、こんなに大きくてさ、スタッドレス高いじゃん。意外でした。それはちょっと意外でしたね。逆にもっとするのかと思ってました。いや、そのぐらい買ってるところもあるかもしれんけども、分からないです。そう、なるほどなるほど。大西工場長、はい、これちょっとエンジンが見たいんですけど、いいですか。いいよ。え、これ、このね、牽引フックここにもついてるじゃないですか。はい、あ、はいはいはい。牽引フックで助けたこととか、助けてもらったこととかあるんですか。道路ではない。あ、道路ではない。校内ではある。校内である。どういうこと。雪積もって除雪がまあまあならんとき、やっぱりこうやって、そういうときでもちょっと動かすときある。あ、なるほどなるほど。したら除雪まだしてないけど、ちょっとはまっちゃうとか。なるほど。
ショベルで引っ張ってもらうとか。あ、ショベルでね。まあ、こっちはダメになってショベルで引っ張って。あんまりバス同士ではない、ないかもしれない。あ、バス同士はないですか。これです、こちらになります。エンジン違うね、イスズガーラ。うん、全然違いますね。でもやっぱかっこいいね、これ。これ回してもらうことって可能ですか。あ、いいよ。離れとく、うん、いや、下だ、離れて、いいですか。離れて、ここで待っときます、うん、そこで待ってね。あれだな、大西工場長もこれいけるな、なんても言うこと聞いてくれるなとかで、これやってください。ちょっと怖かったです。でもなんか意外に心優しい人でした。だからなんかこれ回してくださいって言ったら見せてもらえるから、ガンガン行きましょう。うわー、ちょっとさ、あの振動でさ、エンジンが揺れたの見ました？左右にこうこうやって、あれかっこいいよね。なんかもう心臓がさ、こうドクンドクン鼓動打ってるみたいな感じでさ、かっこいいよね。堪能いただけたでしょうか。うわ、聞こえた今の音。ドゥルルルか。ドゥルルルル。入った本当に。ドゥルルルル。ありがとうございます。あ、こっち？比べたいんですけど。あ、比べた、あのメーカーごとにね。ちょっとじゃあ。開けます。はい、すいません、ありがとうございます。こっちはもう今日収まったやつだからね、綺麗ですよ、はい。でもさ、この私的好みはさ、やっぱこのダクトがさ、この太いやつがある方がいいから、見た目はこっちだな、性能とかじゃなくて、うん、イスズ派だな。性能とかはちょっとね、実際わかんないけど、こっちの方がこうちょっとすっきりしてる感じがしますよね。でもこっちの方、バスの方が最新だから、当然あのね、あの機能とかもこうこっちの方が上なんだろうけど、見た目はこっちだな。これがかっこよくない？え、違う、まあ、こっちも綺麗ですけど。でちょっとさ、もう一個言えばさ、これちょっとさ、すすがさ、すすとかで汚れてる感じもさ、よくない？なるほど。これとかも真っ白じゃないのよ、はいはい、このさ、銀とかもあるじゃん、ここの銀、この銀とかもさ、ちょっと汚れてんのよ、うん、これはちょっとかっこよくないですか。走ったな、ね、そう、走ったなって感じがしません。私はこっちかな、結婚するならこっち、付き合うならあっち。何の話をしてるの？え、西さん、はい、これフソーとイスズのバスさんでこうちょっと違う特徴とかあるんですか？いや、特段そんなにないと思います。今特段ない？ないっす。嘘？嘘でない。本当に？あんまりない？ないよ。あ、どちらも乗りやすい。青いあ、おに、撮ってます？おにさん、この青いのって何ですか？この青い、バスじゃん。バスジャックって非常バスジャック、バスジャックって言っていいのかね、まあ、非常の何かありましたよっていう、はいはいはい、車内で何かトラブルがありましたよっていうのを、なんか誰か気づいて、ね、はいはい、気づいてっていうやつ。北見を走ってる方、もしここに青い光が点灯してたら、もう車内で何かあったよってことなんで、警察に通報するとかってことですよね、まあ、要は。いいね、なんか異常ですよ、はいはいはい、車が異常ありますよ、車内がありますよ、感じですね。これだ、知らんかった、まあ、こっちもなんかあの LED 行き先方向幕ってついてんだけど、はいはい、まあ、あれだね、 あ、はいはい、あそこにバッて、あ、出る、出るね。あ、これは、うん、これとかそういう路線車をね。あ、なるほどね、あそこに要はちょっと助けてみたいなのが出る、うん、なんかお知らせ、お知らせみたいな、知らせて、どこに知らせてくださいと、どこかに知らせてくださいと言いますね。どうしよう、大西工場長がもうすごいこのチャンネルに合っててこの感じが中をそう、中をお願いします。大
工場長様ですよ。工場長でもこのチャンネルにめっちゃ合ってますよね。合ってます。このなんかもっとさバシッとやられたら私も構えちゃうじゃん。わかんないってことなんか余興しきてねえのかみたいな感じじゃない。あ、でもすごいなんか扶桑の時もう回ってます、うん、なんかね扶桑の時よりもこの乗用車感がすごいある。こっちの方が SS の方がメーターやそうやメーターが乗用車っぽい。そう、ね、なんでかなと思ったか。なんかでもまあこのね横のねスイッチとかは結構まあそのバスならではじゃないですか。すごいねこれ後ろテレビ、かっこいいね、前テレビ、うん、これかっこいいね。もう運転しなくてもさ室内とオンみたいな。オンは言わないと。こういうふうにオフとかこれほら。お兄さん呆れてるよ。いや大丈夫。大丈夫。正解。大丈夫。大丈夫正解。やっぱやってたら覚えちゃいます。正解。ほら。あれは牛乳パックは。牛乳パックを置けるところはないね。あここは小物入れだ。そうね。小物入れでドリンクホルダーとかないんだね。ドリンクホルダーないんですか。いや基本はないと思いますよ。バスっていうか営業車は。そうなんだ。だって運転中に飲んじゃいかんのさ。いかんというか飲まないんじゃない普通は。だってねお客さんとして真面目に運転してるわけだから。あそうだ。確かに飲んでる人見たことない。アイドリングストップの時にこうやってさやってる人見たことないね確かに。大変だね。うん大変だよ。でこれねあのハンドルが普通の乗用車って縦だと思うんですけどバスは寝てるっていうのがポイントです。なんで？回しやすいからね。回しやすいから。バスは回しやすいから。大きいからね。回しやすいから。私が言ったことみたいにして今からはい行きます。これねあのバスチルトとかしますよ。これやっていいですか？あいいよ。これでほら、うわごめんなさい。ほらほらほらめちゃくちゃし、そりゃそうですよ。最近前回やんなかったもん。女性のバスガイドさんとかも女性の運転手、ね、そう運転手さんとかも増えてるから、女性だとねこう身長がどうしてもちっちゃいからこういうふうに。それはお前のベスポジ？これ私のベスポジ。結構上目。これ移動動かしちゃいましたけど。いや大丈夫です大丈夫です。これほらこれぐらいかな私は。かっこいい。でもこんなにさフロントガラスが大きくてさ。うんこの大きい車両をさこのさ運転できたらさめちゃくちゃ楽しいと思わない？思うね。ねこれもう最高だよね。めちゃくちゃいいじゃん。でもまあちょっと怖いけどね正直。怖いじゃん。だってこんな大きい車運転したことないじゃん普通に考えて。これそういいですよね。でこれ今度中身中身車内をチェックしていくんですけれどもこれね、ここ開けると嘘やん、これバスガイドさんこれ日常的に開けれるそんなスパーンって。嘘やろ、これね、これちょっとあのポットが入ったりとか要はあの観光バスなので皆さんおもてなしするときにこういうとこに入ったりとか、まあこれはあれですよね、小物入れとか、まあゴミ袋、ゴミをさ回収するときにこれ入れてくださいとかいうときにゴミ袋です。これはさあこれバスガイドさんやったらあれやね、指圧がめっちゃ強くなる。この指の力、指の痛これ膝痛これはこの輪止めを入れる場所になってます。これ、うん、これ今出てるんですけどこれを入れる場所になってます。さあこういうとこに収納があるっていう感じになってます。でこれちょっと後ろのこの席どんな感じか行ってみたいと思う。これ広くない？広いし、ノンステップバス見てほら。え？大丈夫そう？大丈夫そうこれ？え？これ広いの表現できてる？でまあこれもう観光バスなんで要は。あのすごいね座り心地とかもいいです。だもうこのねシートの感じはどっちかソファーみたいな感じになってます。でまあこれ多分みんな知ってると思うんですけどこの真ん中のねこの席が出たりとかここね
じゃんけんで負けた人が座るとここれとか出たりとか、あとまあ収納で行くと、収納っていうか使い勝手で行くとここ荷物かけるところ、まあ、かあのパーキングエリアで買ってきても荷物かけるところで、これジュース置く。おこれね、紙パック食品としては、職人の私としては今日用意してませんけど、してないけど、まあ入らんな、これはね 100% 入らん。もうね、もうこれはもう 100% で、600のペットボトルも650とかの今ペットボトル主洗浄じゃん、あのペットボトルも多分ちょっときついかもしれん、あれによっては、あのメーカーによってはね。でこれここにはこうなんていうの、まあこういうあのゴミ袋が入れたりとか、まあ走行中コーナー気をつけてくださいねとかいうのがあったりとか、ここよ、この運転席の真後ろの席にはじゃーん、こうやって運転手さんが足を伸ばせるところがついてるんです。こうやって休憩するんだって。みんながさ、どっかさ工場とかに工場見学とか行くじゃん、その時に運転手さんはここでこうやって休憩するんですって。こんな感じになっております。で、まあ窓も広いし、まあ当然なんですけど、このねヘッドクリアスなんかもう全然気にしなくていいしこれもういらんやろ、これつく人ってだいぶでかいで、これねヘッドクリアランスはいらない。これ逆に私立てるんじゃん、立ってみれば、立ってみる、立とうか、立つと、あでもまあギリやな、ギリギリやん、もうギリいける。ここはな、でなんならここ立てるやろ、普通にほら全然立てるよ。あちょうど158、ちょうど158、まあでもちょっと帽子があるけど、こんな感じ、これはもう余裕ですよ。まあヘッドクリアランス余裕、そんな感じになっております。まあこんな感じかな。まあこの観光バスはね結構みんな乗ったことあると思うんで、まあこのあとカーテンとかね、カーテン、真っ暗ですけど、そう真っ暗になっちゃったの。だって到着がさ、到着がさ15時ぐらいに到着してさ、で私がさバカだからさ、もうヒール忘れちゃったの、靴で、これイオンで買ったの、来たのイオンで、ちょっとそれで遅れちゃって、で多分工場長とか多分今日残業、私のせいで、よいしょ。というわけで今回はいすゞのガーラをご紹介してきましたけれども、皆さんいかがだったでしょうか。もうね北海道ならではの機能とかそういうのを皆さん知っていただけたんじゃないかなというふうに思います。この動画がいいねと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。そして札幌観光バスさん、今回ねお話をいただいたも YouTube チャンネルやっておきます、やっておりますそこ大事、ここめっちゃ大事だった、もう一回やっていいか、せーの、はい。そして札幌観光バスさんも今回お話をいただいた YouTube チャンネルやっております。で概要欄にそのチャンネルの URL を貼っておきますので、皆さんそちらも絶対登録してください。今回のバスツアーのこの裏方の様子とかを、あのバスガイドの裏の顔みたいなのも放送しますので、皆さんそちらもぜひチェックしていただけると嬉しいです。この動画がいいねと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ、発車オーライ、明るく明るく走るのよ。え、これ知ってる？何十年も前の歌らしいよ。発車オーライ明るく、発車だけいいやん、音痴なんや、うるさいな、いちいち音痴のこと言ってきて突っ込んできて、気にしとんのやぞこっちは、音痴なの。